はい、西くんです。今回は大麻がなぜ違法なのか、大麻が禁止された理由についてお話をしたいと思います。日本だけじゃなくアメリカについて、なぜ禁止されたのかについて話していきます。日本はですね、第二次世界大戦で負けてしまって、アメリカから大麻やめなさいとするなと言われて、もともと大麻草の神聖な文化があったんですが、泣く泣く麻薬取締規則、カンニングしちゃったと、大麻取締法の2つによって禁止されて、それが約70年続いているというわけですが、アメリカはなぜなのかについてはですね、アメリカももともと OK だったんですね。まあ、ただ、ロックフェラーさんがですね、石油を使ったエネルギーと化学製品で儲けようとしたんです。そうしたときに、大麻草って、良質な繊維が取れて、燃料にもなって、しかもいろんな薬、いろんな病気に効果があるっていうね、すごい、すごい便利なやつなんですね。しかも、誰でも簡単に育てられて、コスパが良くて、邪魔だったんです。儲けるために。石油ビジネスで儲けようってなって、石油すげえぞってなったらね、大麻があると、あんま儲かんねえじゃんってなって。それで大麻草に対してまずは課税をするんですね。でもまだそれだけじゃ禁止にはなりません。その次、今度はもともとアメリカ大麻じゃなくてお酒がダメでした。禁止法っていうのがあります。それはでも1920年から33年まですごい短い間で、理由は宗教が理由でお酒をやめようっていう動きがいっぱい出たんだけど、いざ禁止にしてみるとアングラ化して、かえって違法なお酒、違法だからって言って悪く進化してったり、事件が多発して、いやいやいや、お酒は禁止にしちゃいけなかったってなって、じゃあお酒いいよ解禁ってしたんですね。そういった時に今までお酒で逮捕してた警察が暇になっちゃうし、いや代わりにって目つけられたのがマリファナであったというのはあります。でさらに、財務省の麻薬取締局長のハリ・アンフリンガーという方がいるんですが、その人がですね、超人種差別主義なんですね。人種差別主義なんですね。で、大麻って、マリファナって黒人とメキシコ人の文化だったんです。アメリカがあってね、メキシコから大麻文化が来るし、アメリカに渡ってきた黒人が大麻文化をやってた。それを目をつけて、大麻で取り締まるという体で人種差別をしたんです。もともと人種差別は禁止でした、アメリカでも。しかし、大麻を禁止にしてしまえば、大麻を吸ってる人を取り締まれる、追い出すことができる、逮捕ができるってことで、アンシュリンガーは大麻を悪いものとして取り上げたんですね。実際に、大麻を吸った黒人が暴力事件、メキシコ人が殺人事件っていうのがいっぱいいっぱいニュースで上がってきて、大麻はなんて今年もだ怖いものだってこうメジャーでいっぱいいっぱい宣伝したんですけど、後に分かったのが白人も大麻やってる人はいたけど逮捕されなかったし、メキシコ人や黒人が逮捕されたのに大麻が絡んでいたという証拠は何もない、むしろやってない人もいっぱいいたっていうことが分かりまして、要は大麻というものは人種差別のために使われた悪いものだった。実際に今ね、今じゃない、ちょっと昔まで黒人差別っていうのはあったわけですけど、ただ肌の色が違うだけでそんな差別するかと。その裏には大麻による悪い、怖い、凶暴なイメージが隠れてたとも言われています。というわけで、それで、まあアメリカはどんどん大麻がいけないものだ、禁止すべきだってなって禁止になってしまったんですね。まあね、全く体に害がないといえばそうではないかもしれないから僕は何も言えないですけど、ただしっかりした知識を身につけるっていうのは大事だと思うんで、イメージだけでダメ絶対っていうのはどうなのかなと僕は思っています。もし興味がある方はネットフリックスとかアマゾンでいっぱい情報があるので見てもらえると勉強になります。またありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してください。